ドゥドゥンドゥドゥンピーン。ペガサスファンタジー操作夢だけは誰も奪えない心の翼だから。こんにちは、変形合体改め遊ぶんじゃです。今日はペガサスキュータマで遊びます。こちらは3月18日土曜日から始まったペガサスキュータマキャンペーンで対象商品を買うともらえる超限定ペガサスキュータマです。対象商品というのは九連王かサソリボイジャー、天秤ボイジャー、ヘビ使いボイジャー、ワシボイジャー、もしくはセーザーブラスターかキューザウェポンかキューバックルか、もしくは今日発売のコックピットセットですね。自分はコックピットセットを買ってもらってきました。早速開けていきます。おお、こんな風になってます。結構羽が大きめのかっこいいリアルタイプのペガサスですね。数字は33番です。ピンはこんな感じで2本ですね。そしてマースライドするとこんな感じになってますね。で反対側こんな感じです。かっこいいです。ちなみに玉の部分に薄いラメが入っているのでスモークがかかったようにも見えますし光っているようにも見えます。それでは早速セットします。次は特殊攻撃です。サイズアタック。これは完全に馬ですね。それでは召喚します。サイズゴー。ペガサスボイス。また残りは一緒ですよね。次は九連王にセットします。そして電気を消します。いきます。スーパーギャラクシー。セイントセイヤのペガサスクロスみたいな絵でしたね。残念ながらペガサスクロスは持っていないので代わりにトランスフォーマーのビーストウォーズのマッハキックです。これに羽が生えてればよかったんですけどね。ちょっとこれだとちょっと羽がちょっとちっちゃいですよね。この穴があればいいんですけど、まあそれにしてもまあちょっとちっちゃいですよね。ダメかと思ったんですがなんとかつける方法がありました。チャンバラゲーマーですね。これのここのとこに羽がちょうど入ります。なので全部外しますね。そしてこうですね。もうこういう時はもうテープで貼るしかないですね。できました。ただしちょっとここにうまいこと乗せるのかバランスを取るのがちょっと難しいです。まあそもそもちょっと羽が小さめですけど、まあ、この辺りが一番かっこいいかなと思いますね。あとはビーストウォーズフューザーズのシルバーボルトです。これ羽が大きくてかっこいいんですけど馬ではないんですよね。まあ、こういう時はこのマッハキックの頭ですね、これをもうつければいいですよね。これちょっとこの下に下げてこの辺ちょっと乗せるとかですよね。お、乗りました。これどうでしょうね。一応ペガサスっぽいものにはなりました。ドゥルンドゥルンヒーン。というわけでペガサスキュータマでした。最後まで見てくれてありがとうございます。
いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。